ちょっと待って。一人で先行っちゃうんだもん。ソルジャーの素質があるんじゃなかったか？意地悪。この辺りは誰も住んでないのか？うん、怒られないから安心して。ボロボロだね。俺が先に行く。かなり古い。気をつけろ。はいはい、ね、おっと、慎重に。心配しすぎ。私お姫様じゃないよ。嘘。私そんなところで生きられないかもって時々思うんだ。この風景、私嫌いじゃない。スラム好きなんだよね。みんな強く強く生きてる。時々それ感じて嬉しくなるんだ。大丈夫か？余裕余裕。ほらね、このままクラウド置いて先行っちゃおうかなって。わっと、口を閉じた方がいい。じゃあクラウドの話聞かせて。業務外だ。ケチって。おわっ、うわっ、うわっ、どう？仕事を増やすな。楽しそう。飛べるか？もちろん。頼もしい。あんたといると退屈しない。褒められてる？皮肉だ。早く慣れてね。ここ五番街スラム駅の近く。駅の近くなのにモンスターが出るんだ。うん、うわあ、だからどうしたって顔してる。街のモンスターなんてたかが知れている。Thank you.
クラウド、どこ行くの？知らないんだよね。あんたに比べれば多分な。訓練場、宿舎、現場、それが俺の世界だ。なんかカッコつけてる？あれが駅。見ればわかる。駅ないのかと思って。クラウドの世界。もういい。どうか皆さん落ち着いてください。おい、どうなってんだよ。見て見て、エーナ、騒がないの？騒がしいな。マコーロ、よく見えるからね、ここ。本当に燃えてる。野獣魔か。みんな、心配なんだよ。おや、あんたも来たの？え？まあ、そんな感じ。ああ、また教会帰りだ。そうかも。よく無事だったね。破片やら落ちてこなかったのかい？そういうのもなかったかな。運が良かっただけだよ。気をつけな。なあ、電車の他に上へ行く方法を知らないか？ごめんなさい。そうか、爆破なんかしやがって。よし、準備よし、降下、集合。行くぞ。アークスだ。働き者だね。よほど大事なようらしい。私？クラウド？どっちにしても見つかると面倒だ。じゃあ裏道行こうか。あ、モンスターいるけど。シンラよりはマシだ。
神羅指定のゴミ捨て場なの。スラムの人たちも奥の方滅多に行かないよ。身を隠すには都合がいい。いや終わりだ。どこから来るか分かんないね。あの手のモンスターは弱いものから襲う。じゃあクラウド気をつけて。ああ、道なりに進めば回り込めたはず。動かせないかな。強いすぎるな。いいところ見せなきゃ。どうしてそう思うんだ。強敵から襲ったでしょ。
れ、スラムの中心。まだかなりあるな。回り道したからね。疲れた？まさか。私お腹空いてきちゃった。クラウドは？のんきだな。うち着いたらごちそうするね。そんな暇はない。お母さんの料理おいしいよ。よし、そうと決まれば早く帰ってご飯ご飯。片付ける。それ頑張るね。当たれ。よかった。眠っていればいいものを。やっ、沈め。やっ、全員一度フォローを頼む。私だって。やっ、危なかった。終わったな。ここも壊れてるね。どうしよう。なんとか向こう側に行けないかな。上から抜けられそうだね。クラウドだけでも行けない？クラウド、ありがとう。無事抜けたね。礼はいい。報酬がもらえればな。ん？支払い中ですけど。ん？ん？ああ。
もう安心。タークスを忘れるな。ああ、どこから来るかわからない。気は抜くな。このまま戦争になっちまうんだな。この先が5番街スラム。ドキドキ。なんだろう。お、おい。アバランチのせいで。私は今、五番魔航路の内部に来ております。ご覧になれますでしょうか。まだ煙が上がっております。あれは崩落した鉄骨でしょうか。すでに火災は消し止められているようです。あの、兵器開発部門統括のスカーレットさんですよね。お話伺ってもよろしいでしょうか。五番魔航路にて発生しました爆発について現時点で判明していることをお教えいただけないでしょうか。現在五番魔航路は運転を停止し、すでに火災も消し止められております。以降被害が拡大する心配はございませんので、市街地の皆様はご安心ください。原因につきましては鋭意調査中ではありますが、一番魔航路で使用された爆弾と同じものと考えて間違いないでしょう。こちらは一番魔航路内で撮影された映像です。犯行グループはアバランチを名乗っており、現在もミッドガルに潜伏していると思われます。しかしこれだけ短期間に連続して犯行が行われているわけですが、シンラカンパニーは大丈夫なのでしょうか。どういう意味かしら。あ、いえ、そのご心配なく、こんなことで神羅は揺らぎませんので。さっさとカメラを止めろ。クラウド、行こう。いつかこんな日が来ると思っていた。新婚旅行ちょうどよかった。手伝ってくんねえか。忙しそうだね。電車が止まっちまったからな。な、頼むよ。ごめんね、今。お店、たまに手伝ってるんだ。エアリス。ああ、またそんなとこ登ってる。マコールが見えるかと思って。その人誰？この人は何でも屋のクラウド。今は私のボディーガードなんだ。この子は麦。じゃあまたね。似た者同士かも。あ、エアリス！みんなここで何してるの？マコールを見てきた帰り。そういえば先生がエアリスを探してたよ。え、なんだろう。リーフハウスに寄ってほしいって。じゃあ一緒に行こっか。リーフハウスってね、身寄りのない子たちを引き取って育ててるとこなの。エアリスはどこ行ってたの？また教会？今度一緒に連れてってよ。よう、エアリス、今日も人気者だな。うん、元気分けてもらってる。まあ元気が一番だ。それはそうと、この前は薬草を届けてくれてありがとな。うん、いつでも言って。一体どうやってあんなに見つけたんだ？実はコツあるの。彼はボディーガード、家まで送ってもらうの。危ないやつじゃないだろうな。どうだろう。スラムのお医者さん、時々薬草届けてるの。ここがリーフハウス。おかえり。ただいま。エアリスを連れてきたよ。ごめんね、寄ってもらって。ううん、帰り道だから。あのね、お花をお願いしたいんだけど。任せて。どれぐらい？多めにお願い。ほら、なんだか暗いニュースが続いてるから、みんなで飾って明るくしようと思って。
素敵、楽しみだね。さあ、手を洗っておいで。さてと、どんな飾りにしようかな。クラウドはお花好き？考えたことがない。ふーん、花屋にそれ言うかな。嘘はつけない。この前あげたお花はどうしたの？あれは誰かにあげた？そうだな。え、誰に誰に？覚えてない。なんだ？本当かな、ま、いいけど。この道を抜けたら私の家、着いたらお母さん紹介するね。あれが私の家。すごいな。どうぞ。ただいま。おかえり。少し前にルードが来たけど、一体。私のお母さん、エルミナ。こちらクラウド、ボディーガードなの。世話になったね。仕事だ。これで完了だな。ありがとう。クラウド、7番街行くんだよね。ああ。じゃあ送ってく。ここまで送った意味がない。またタークスが来たらどうする。面倒だけど慣れてるから。それよりクラウドが心配。あっちこっち迷いそう。迷ってもカッコつけちゃって助けてって言えない。俺の何がわかる。お母さん、私7番街までクラウドを送っていくから。そうかい。でも明日にしたらどうだい。今から行って帰ってじゃ遅くなる。今日はもうゆっくりして朝早くに出な。そしたら昼には着くだろう。だね。クラウド、いいよね。待て。そうだ、リーフハウスからお花の注文あったの。夕食までまだ時間あるよね。クラウドと行ってくる。約束が違う。そんなこと言う？報酬すっごく高いのに。お母さん聞く？待て。カゴを取ってくるからちょっと待っててね。まったく慌ただしい子だろう。